海琉くんがこう大阪と東京とトップバッターに、まあ出てくださって、まあ連弾をしようよっていうことだったんですけど、やっぱりこう一番最初にやった時にもう一曲弾きたいと連弾をやって、あれがもうまず嬉しかったですね。なんかこうすごくその誰かとセッションができるんだっていうこの実例を作れたっていうのは本当に大きな一歩になったんじゃないかなっていうふうに思うので、ドラマとこうやってデュオの状態でセッションする機会って初めてだと思うんですよね。もう僕ももうついていこうと、ほんで僕もついてこさそうと。押したり引いたりしながらこうやってたらもう楽しいからですね。いや、いいことですよ。リハーサルでそうやってこうね、ちょっとそういう空気があるっていうのは美しいことだと思いますけどね。カエル、初めてさ、今回さ、他の楽器の人と一緒にやったでしょ。やった。ドラムとベースと。うん。どうだった？すごい、すごい。ワクワクしたかな。松永さんとさ、ピアノを弾いた後にさ、もう一曲やりたいって言ったでしょ。もう一曲やりたい。なんでそう思ったの？やる気出たぞと思った。あ、やる気出たぞと思ったの。思ったよ。どう、楽しかった？楽しかった。嬉しそうだったね。嬉しそうだったね。すごいね。でも本当にもう一曲やる。もう一曲やりたい。いや、でも本当にめちゃくちゃ楽しかったなと思って、いろんな肩書きだったりとかいろんな過去を背負った皆さんが一堂に会して、でもそんなこと関係ないよっていうステージを一緒に作れたっていうのが、なんかもう涙は止まらなかったですね。今日の振る舞いとか楽屋でのちょっとしたやり取りとかでも、まあ、心のあったかい人だっていうのはすごい分かったし、抱えてるものを感じさせないっていうことだけで、それがどんだけすごいことかっていうことがすごい伝わったというか、それを感じれば感じるほど、そうやって本当に平等に僕らと同じように何の愚痴も言わず、むしろムードメーカーでもあるようなあの方、すごいなと思いました。となる見上げれば広い
その虹は笑顔の虹、幸せの光。驚いたのがもう本当ルート66一番最後の時にみんながやっぱりこう少しずつフィールドが違うはずなんですけど、それぞれが少しずつ挑戦をしてくれたっていうことが本当にそのまま音楽になって形になって、あれはやっぱりなんか見てて本当に感動しましたね。何が楽しかった？ルート66が楽しかったです、うん、何が楽しかった？ブルースブギーがイメージして音楽を浮かぶのは楽しかった、うん、あ、好きなことできた？好きなことできたから楽しかった、うん、なるほど。ジャズっていうフォーマットを使って今回通してお客さんに伝えたわけで、必ずしも分かりやすいフォーマットではないとやってる自分が思う中でね、やはり曲の捉え方だったり角度温度やっぱ全て違うなとすごい感じましたし、でもそれでもなんかこう会話を続けるじゃないですか、伝えたいと思えば。でその情熱っていうのは何かが変わっても変わらないんだなという、まあ、そんな喜びというか、私は一人ぼっちだと思って、私はまあできないことも多いし、なんか生きててももしかしたらしょうがないかもしれないっていうように悩んできたんですけど、障害がないとかあるとか関係ない、いい音楽を最高に楽しめばいいじゃんっていう世界が広がってたので、それをもっと私も伝えていけたら嬉しいなと思います。やっぱり音楽っていうのは本当に一部なんですね。でもその前に絶対に僕は心が必要だと思うので、トゥルーカラーに参加してくれたみんなやっぱり意識をそのまま共通認識で持ってこうしようっていうふうに思ってくれたので、それがこうお客様とちょうど共鳴し合って一緒にいい社会を作っていこうっていう意識をみんなで共有できたんじゃないかなっていうふうに思います。